ちゃん。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はい。始まりましたよ。ね、クライマックスシリーズ、はい、ファーストステージね。ねえ。はい。まあね、この前ね、ちょっとあの3連戦振り返るが終わりですって言ったところで、はい、またこちら ね、クライマックスシリーズやっていきます。始まったのでね、1戦ずつ振り返っていきたいと思います。はい。まあ、ゆたかの視点でお送りしますが、はい、うん。ね。第一戦、はい、カンバヤンちーちゃんよろしくということでねよろしくお願いします、はい、それで、はい、今日はこの広島戦、うん、広島 DeNA 戦を取って、うん、この後にまたあのロッテソフトバンク戦を取ります、うん、ただ次の日は、うん、2試合まとめたやつを、うん、ちょっと都合上送るので、はいはい、またご覧になってください。はい、なのでね、今日は2本出ますけど、明日は夜に、はい、そうですね、2試合分まとめたものを出します。お出しする予定です。はい。はい、ということで、うん、広島対 DeNA、はい、まあ、まず先ほど終わりました。はい。ね、スタメンからになりましたが、はい、先発ピッチャーは床田投手と東投手ということで始まりまして、はい、ね、両左腕ということでね。はい。でね、広島の方から行くと、うん、まあそんなにシーズン中から変わらないけども、小園を5番に入れてきたということね。うん、まあ上位を打つケースがあったんだけど、小園を5番に置いたということね。うん、で、まあ、坂倉デビッドソンという、うん、ね、デビッドソンが8番にいるという ね、 ね、でこの中でやっぱポイントを握るのは、まあ、小園かなっていうふうに思ってたんだよね、うん、それとあと東に相性のいい西川というね、うんうん、まあ、ここら辺がポイントだし、まあ、DeNA の方を見てると、うん、まあ、シーズン後半浅野が怪我してからそうですよ、ね、こういうオーダーを組んでクライマックスシリーズに備えてきた、うんうん、でやっぱり林をね、左対左っていうこともありながら、うん、まあ、一番に据えてくる、うん、まあ、これが一つのポイントだし、太田が非常に床田に相性がいいということね、うんうん、まあ、で、まあ、こうキャッチャーは山本ということで、まあ、スタートをしました。はい、ね、はい、じゃあ試合はどうなったのか、ね、このようになりました、はい、結局延長戦にまでもつれましたが、はい、得点が入ったところは赤い文字で、はい、赤い数字になってます、はい、青い数字のところはちょっと豊かの視点ということで、はい、豊さんがちょっと解説する部分がありますかね。そうだね、はい、はい、ということで、スコア的には2対3、まあ、3対2、ね、3対2、はい、はい、ということで広島がサヨナラで勝ちました。そうだね、はい、はい、ということで第一戦、うん、まあ、立ち上がりどうかなと思って、あの硬さとかいろいろあるかなと思ったら、うん、まあ、徳田も東も、まあ、非常にいい立ち上がりをしたということね、はい、で動き出したのは2回、うん、この2回、うん、山本関根の2アウトから連打で、はい、2アウト 1、2塁を作るんだよね、まあ、ただし打順が悪かったせいか、まあ、ピッチャー東、うん、あ、インサイドポンポン持っていくんだよね、やっぱね、打たれちゃいけないということで、うん、で、まあ、最初の先制機をちょっと逃すような形になったけども、うん、だけど考えによってはやっぱ関根のヒットでピッチャーまでつながったという、うん、だから3回の頭は1番からまた始まるということでね、うんうん、まあ、打順の流れ的にはいい流れになってきたなという、うん、まあ、そんな感じがしたんだよね、はい、でその3回、うん、まあ、林がヒット、はい、先頭ね、先頭出た、うん、ね、ポイントと思ってた林が先頭で出てくれた、はい、さあ桑原バントの構えから、うん、初球バスターエンドランはっと思ったいやいや立ち上がりで、うん、まだピッチャーどこだもエンジンがかかりきってないところで、うん、これが抜群に良かったら、うん、奇襲をかけてもいいけど、はい、まだ3回で何もゲームが動いてない時に、うん、やっぱこういう試合っていうのは先取点っていうのはすごく大事に取っていきたいっていうところでね、うん、初球に内野手が何にも動いてない、バント守備すら取ってないところで、はい、バストエンドランするかなと思って、うん、だからここら辺は俺の感性とか、まあ俺の感性はいらないだろうけども、うん、やっぱきっちりバントで送って、やっぱ太田が相性がいい、うん、3番に入れてる、うん、太田にいい形で回したかったって思うよね。まあこうなんていうのかな、無理する必要はないというか、そういうことですかね、うん、まあだから順当にいけば一つ送って、うん、相性のいいバッターに回すというような、いや、まあそれで太田の次は牧宮崎ってつながるからさ、うんうん、そうですね、いやこんな早い段階で奇襲はちょっといらなかったかなっていうふうに思ったんだよね、うん、で小原そのバスターエンドランが失敗しレフトフライに終わるんだけども、うん、その次の太田の初球、はい、林が走って盗塁アウト。そうなんですよね、ええー、みたいな、うん、いやいや
バスターエンドランが失敗して林を動かしたいっていうんだったらやっぱ速いカウントで走ってくるでしょっていうのは向こうも読んでるよね、うん、アウトランナーいなくなってしまいましたね、うん、で太田が、うん、ツーアウトからヒットというね、うんうん、まあ本当にちぐはぐだなと思って、ね、こんなことやってたら流れ変わっちゃうなとか思ってたんだよね、うん、で3回裏、はいね、ノーアウトから坂倉ヒット、はい、デビッドソンフォアボール、うんね、ノーアウト1・2塁、はい、床田バント成功、はい、これはね見事なバントだったよ床田、うんね、3塁手に取らせるという ね、 ね、ことがしっかりできてるようなバントだったしね、うん、でワンアウト、はい三塁、うんね、チャンスを広げてでバッターが菊池、はい、で内野は前進守備を取る、うん、でこれ考え方もあってさやっぱこう1点差勝負になるって言ったらやっぱ前進なんだよね、うん、でバッターにもプレッシャーをかけるというふうにしたら前進なんだよね、うん、で深く守らせなかったっていうのはおそらく東と床田の投げ合いで1点差勝負になるで先にやりたくない、うん、先に点を取るチャンスがあった3回表に、うん、やっぱ取れなかった、うん、で東の力量を信じて前進したんだと思うんだよ、うん、それで そのプレッシャーからかどうかわからないけども、うん、東が菊池を三振に取る、はい、で野間がショートゴロ、はい、このショートゴロは林が素晴らしいプレーでしたね、うん、三遊間深い位置から、はい、ファーストへワンバウンドスローもうどれをとっても完璧なプレーをしてくれた、まあ、さすが東だし、うんよく考え抜いた前進守備だったしね、まあ、攻撃では失敗したけども、うん、やっぱ相手にプレッシャーをかけていった守りっていうのは俺も良かったような気がするしたんだよね、うんはい、で回は進み6回表、はいね、で6回表っていうのはさ、うんまあ、ここね、はいはいまあ、点が入るシーンなんだけども、うん、5回にグラウンド整備があるんだよ、うんはい、でねちょっと時間が空くんだよねチェンジが、まあ、ね少しね、はい、そしたらもう一回立ち上がりみたいな、うん、ここの初回の立ち上がりみたいな感じになっちゃうんだよね先発ピッチャーって、なるほど、うん、で間が空くしねでノーアウトから、うん、太田がフォアボール、はい、で太田はねその前に2打数2安打というふうに打っていてやっぱ相性の良さを出してる、うん、でやっぱり警戒したんだろうね床田がね、うん、で牧がファーストへのファールフライで初球で倒れるんだよ、はいうん、これはね外のボールチェンジアップ気味の抜いたボールをファーストファールフライに取られるんだけども、はい、続く宮崎がワンアウト一塁からツーランホームラン、ね、なんていうのかな牧が外のチェンジアップみたいな抜いたボールを打ちに行ってんだよね、はいこれをやったがために宮崎はインサイドを狙ったと思うんだよ。やっぱね向こうのバッテリーからしたらやっぱ遅い抜いてるボールを右に打ちたかったのかなっていう、うん、右に打って一塁ランナーをサードに進めて一三塁を作りたいのかなっていうふうにやっぱ考えさせられるようなバッティングだったんだよ牧野選手が、うん、でインサイドを待ってたね宮崎は、うん、でそれを見事にツーランホームラン、はい、2点先制、はいまあ、6回というところでいい回に取ったねと思ってさ、うん、で続く外、はいヒット、はいね、ここで広島ベンチが動く、うんまあ、とこだから大道へスイッチ、はい、でワンアウト1塁、うん、で山本三振、はいまあ、関根ヒット、うんツーアウト1・2塁、はいまあ、バッター東というね、はいまあ、東はファーストゴロに取られるけどもまた7回、うん、1番から始まるという ね、うんまあ、非常に流れ的には、まあ、DeNA が押してたし、うん打順の流れも非常に良かったよね、はい、で7回、うん矢崎8回島内、はいねうん、でピシャピシャッと抑えていくんだ広島は、はいね、いいテンポで、うん、で8回裏、はいねうん、デビッドソンにフォアボール、はい、でここでダイソー初期、うんね、もうはっちゃん出てきたよはっちゃん準備万端っていうような感じですねそうそうそう、うん、で代々矢野、はいまあ、一気に勝負を畳みかけてくるんだよね、はいまあ、何をやるかっていうのは大体分かるんだよこの攻撃で、うん、で、まあ、矢野を送ってきたっていうことは、まあ、バントしかないなと思ってたんだけども、うん、バントを見事に成功させる、はい
でワンアウト二塁でバッター菊池、うん、その初球になんと三盗というね、びっくりしましたね。ちょっとやっぱ思い切りというかさ、うんうん、これをこの三盗を見て広島はすごくこのクライマックスに対しての意識の高さとミーティングをすごくやってきたんだなっていうのが分かった。なるほど、うん、でいろんな研究もしてる、うん、で東の走りどころ、うん、東のそのセカンドランナーセカンドの投球フォームの癖、うん、そういうものも全部やっぱミーティングしてるわと思った。うん、であまりにもやっぱり DeNA は隙を作りすぎてた、うん、東に頼り切ってた、うん、三盗された、一気にピンチだよ。本当ですね。まあだけど、うん、その東はね尻上がり調子も良かったし、うん、まあワンアウトサードということでさあ菊池どういうバッティングを見せるかなと思ったら、うん、スクイズやってきたんだよね。ねー、まさ、いや俺菊池にスクイズはないと思ってたんだけどさ、うん、やってきたね。やっぱ新井監督やっぱね研究もちゃ、やっぱ東って防御率1点台のピッチャーだから、うん、2点取るのって大変なんだよね。そうですよね。だからこういう勝負どころでもやっぱ外野フライが今日の試合なんか打ててないとか、うん、まあいろんなケースを考えてなんていうのスクイズに持ってきたんだと思うんだよね、うん、まあ、3回にも同じようなチャンスがあってさ、うん、まあ菊池が三振してるし、うん、やっぱ打者の心理からするともう8回になっててまた力むかなと思うと、うん、やっぱスクイズの方が成功率はあったね、うん、よく考えてみれば、うん、だから新井監督がよくね考え抜いてるし、うん、やっぱ CS そういうことをものすごく考えて戦いに臨んでるわ、うん、それが分かったシーンだよね、はい、うん、で9回表、うん、ね、ノーアウトから関根がこれね正面に入って堂林のエラーにはなってるんだけど、はい、ちょっと気の毒だよね。そうでしたね、ちょっと高いバウンドで正面に入ってちょっと取り損ねたんだよね、うん、まあ、それで、出塁ということで、うん、で代打柴田、はい、バントして、ワンアウト二塁を作る、うん、で1番林、うん、センターフライ、そのセンターフライで関根が、タッチアップしてランナー三塁へという、はい、でここで取っておきの代打大和、はい、ね、うん、まあ勝負強さ、うん、まあ、得点源では3割を誇るという ね、まあ、代打で使われてどうかなと思ったんだけど、うん、まあ、先発で使ってて、まあ、こういうチャンスの時はなんか確実に打ってくるなっていう風な感じがするんだけど、うん、まあ、代打の難しさとやっぱこういうクライマックスの難しさ、うんうん、まあ、そういうものも重ねてどうかなと思ってたら、まあ、サードゴロという ね、 そうですね、いうことでした。はい、で、9回 裏、ね、ピッチャー変えてきました、はい、上茶谷、はい、ね、先頭西川にヒット、うん、ね、4番堂林バント成功、うん、いや4番バント出してものすごくどよめいた、まあ、普通ね4番堂林にバントみたいな、いや1点取りたい、1点取ったら勝てるんだから当然でしょうと思ったんだけど、うん、いやここなんだよ広島の強さって、うん、柔軟性なんだよ、うん、誰がどんなポジションを打ったとしてもものすごく柔軟性を感じるチームなんだよ、うん、で誰にダイソー出しても思い切って走るとかバントを平気でするとかいろんなことができるから広島の強さがあるんだよ ね、 それなかなか4番を、まあ、どっか違うチームであれば、うん、4番を打っている打者はバントがなかなかうまくできなかったりすることもありますか。いやだけど牧だってバントやれって言ったら、うん、おそらくあの子は器用だからできると思う、うんうん、で阪神の岡田監督だったらこういう勝負どころで大山に平気でバント出すよ、うん、と俺は思うよ、うん、だから何らおかしくない作戦でね、はい、まあ、バントを成功させる、うん、ね、ワンアウト二塁、ね、小園を申告敬遠、はい、ね、末金に変えて代打松山、はい、来たぞみたいな勝負どころ来たぞって言ったら、うん、まあちょっと硬かったね、やっぱ松山が、ね、いややっぱあるよ、それは、うん、でやっぱ代打苦しいよ、場面も場面ですからね、場面も場面でね、うん、で結果はレフトフライということでね、うん、でツーアウト、はい、まあ、坂倉がピッチャーゴロ、うん、でチェンジになるというね、はい、で延長に入る、はい、で10回表、うん、まあ、栗が出てくる、そうなんですよね、うん、栗がやっぱね、うん、第2先発で栗を入れてるっていうのもね
ここに来てでかいなと思ったね。なるほど。それまでこんなに吸い込んで大丈夫かと思ってたんだよ。いや本当にね、ポンポンポン、や矢崎は来る、栗林は来る、島内は来るって、ね、大道は来る、こんなに早くポンポン変えて大丈夫かって言ったら、栗林としても出てますからね。そうそうそう、いやだからそしたらやっぱ栗がいるんだよ第二先発で、うん、いやだからここで来たか思ってね、うん、その栗がまあきっちり抑えて、その裏10回裏、はい、ね、この回から伊勢、うん、これ先頭ばっかり出してんだよね DeNA は、うん、秋山フォアボール先頭バッターでね、うん、続く矢野がスリーバント成功、うん、そうですね、矢野いいところに入れてたねまあバントをね代打でやって、うん、そのまま残して、うん、またバントだからさ、うん、でワンアウト二塁、はい、で菊池ショートフライ、うん、野間がセンター前、はい、ツーアウト一三塁、うん、ね、西川と勝負に行くのか堂林と勝負に行くのか、ね、まあいろいろ迷ったけどもね、うん、迷ってたと思うけども、まあやっぱ詰めるよりは、まあ、フォアボールとかいろんなこともあるしね、うん、押し出しとか、うん、だから西川が、ファーストゴロ、ねえ、もうなんかドキドキしましたよね、うん、ドキドキしたけどね、うん、まあそういうことで、まあ、この回を0点に抑えて、延長10回表ね、ねえ、先頭山本、うん、ね、レフト線二塁打、やっと長打が出たよみたいな、ね、ここで出ましたよね。まあ宮崎はホームランはね除いてね、まあ単打ばっかりだったんだけどもさ、うん、まあ二塁打、はい、ノーアウト二塁、うん、ね、ダイソーに血の、はい、まあ、キャッチャー変えて大丈夫かなと思ったけど、まあ勝負だからね、うん、で関根バント成功、はい、ランナーはワンアウト三塁、うん、バッター海老名、はい、ここで何かでやるかなと思ったけど、うん、まあでもね、サードランナーの血の内野ゴロでも、うん、やっぱギャンブルスタートしてて、うん、ホームに帰ってくる走力を持ってんだよね、うんうんうん、だからまあ自由に打たすか、まあ、スクイーズでね失敗して流れが完全に止まるよりは、まあ、打たしていくかみたいな、うん、打つはショートフライ、はい、ツーアウト三塁、打者林、うん、このところでこの時に栗からピッチャーターリーに変えるんだよ。そうなんですね、やっぱりね、俺新井監督っていうのは人じゃなくて場面で変えるな、うん、例えば林ってルーキーで、うん、ね、まあ、自分の多分後輩になると思うんだけど駒澤の、はいはい、やっぱね1年目でね、うん、いやそれだったら栗の方が全然格上だからって変えないよみたいな、うん、そういうところで失敗するケースがたくさんあるんだけども、はい、ここはやっぱターリーに変えてきたね、うん、左対左に、うん、で相手も選手も使って選手がだいぶいなくなってんだよね。そうですね、 DeNA の方も、うん、だからまあ代打はないだろうということで、うん、まあ、林を使ってきてターリーが三振を取るという、うん、まあ、ここら辺の良い周到的な新井監督の采配というのは見事だったと思うよ、うん、でその裏11回裏、はい、ね、ウェンデルケン、うん、ね、ピッチャーを変える、はい、で先頭堂林、こっちも二塁打ということでね、うん、まあ11回の表を見ているような裏の攻撃だったんだけども、ね、堂林二塁打、はい、ね、小園、うん、どうすんのかなって、まあ広島ベンチは当然バントだよね、うんうん、でも小園にバントやらせてタッチプレーよりも歩かして、次は田中康介が出てたの、はい、代打ね、うん、その姿は見えてるんだよねベンチから、はいはい、でボールボールになってから変えるんだけどもさ、はい、あの申告敬遠に、うん、いやこれ最初から申告敬遠じゃないのとか思ったんだけどもね、うん、まあまあね、うん、でまあ結局申告敬遠するんだよ、はい、でノーアウト1、2塁から代打田中康介、うん、バント失敗、ねね、あ、これでチャンス強えたかなと、ワンアウト1、2塁になってね、うん、打者坂倉、はい、まあ、セカンドゴロ、痛烈なセカンドゴロ、いや本当ね、うん、これを牧はちょうど弾いたんだよね。そうですね、うん、まあ、ライナー制だから1塁ランナーの田中康介もスタートが切れずに、うん、まあ、セカンドアウトになったんだけど、はい、結果的に1、3塁に残るような気がしたんだよ、はい、あ一三塁に残るような気がしたんだよ。一三塁に残ったんだよ。ツーアウト一三塁。ね。で、続く秋山。はい。ね。サヨナラヒットという。うん。センターオーバーの。ねえ、うん。これでゲームがこう決まるんだけどもさ。うん。いや、この時にも思ったけど、外野手がなんであんなに浅かったんだっていうふうに。ツーアウトだろって。うん、うん。ツーアウトランナー一三塁で、なんであんなに外野が前にいたんだろうって。
うん、俺も思ったんだよね、うんうん、だからもうちょっと定位置でも良かったんじゃないのかなっていう、まあ、そんな感じがしたけども、バックホームの体制だったんですか。まあ、バックホームなんかもう関係ないよね、うんうん、だからヒット打たれなかったらいいという感じだったんだけどもさ、うん、まあ、だけど、まあ、こう終わってみれば広島の3対2、うん、逆転負けという DeNA がね、ね、もうなんか9回10回11回とね、うん、かなりこう息の詰まるような内容でしたけどもね。そうだね、うんうん、で広島の方、今日感じたことっていうのは、はい、少し硬かったのかどうかわからないけども、はい、もう少し初球からファーストストライクからどんどん打っていけばもっと打てる力のある人がいるのになっていう、だからなんかすごくもったいなく感じたし、なるほど、うん、で DeNA の方は、うん、やっぱもうちょっと知的にやらなきゃいかんなっていう、知的緻密に、緻密に、もう少しね、いや相手がこうしてるんだからこう しなきゃいけないとか、やっぱ相手の裏をかくように、まあ、やっていかないと、ちょっとね、このままでは、なんか今日の一戦を見る限りでは、広島はこのクライマックスにかけてる思いが伝わった、うん、なるほど、なんかこう緻密さっていうのを感じたし、ミーティングの深さっていうのを感じた、うんうん、で DeNA っていうのはちょっとあんまりそれは感じなかった、うん、まあ、これは野球の質の違いなのかなっていう、うん、これは DeNA の方はやっぱこうある程度打っていくしかないっていうことが、うん、まあ、あるんだけども、うん、まあ、足の林の使い方とかね、うん、ああいうところもちょっと知的さを失ってたし、うん、だからまあそこら辺をもう少し繊細にやるともっと違う形が生まれるかなというね、うん、で広島はあれだけこう緻密にやってるんだから、もうちょっとあとは思いっきりやったらどうなんだっていう、なんかちょっと硬かったなっていうような感じがしたよね。またこのね、一戦で勝ったチーム、はい、負けたチームそれぞれね、うん、まあ硬さが取れたり、うん、もう一つ踏み込んだねことができたり、ね、っていうことになるんでしょうか。まあそうなるよね、うん、なるようにしなきゃいけない ね、はい、で明日は、うん、今永と森下でしょ先発が ね、うん、ね、はい、だからまあ明日はね、どうなるか、まあ ね今のがちょっと今年勝ち運がなかったけども、うん、ちょっともうちょっと頑張らないとね。ね、はい、ということで、はい、セ・リーグの第1戦は3対2で広島が一つ星を取りました、はい、ね、下に勝った、数を星で書いていきます、はい、ファーストステージは2つ星を取った方が、勝ちということになりますので、はい、今回は広島に一つ星がつきました、はい、明日はちなみに引き分けたら、うん、広島が勝ち上がりです、ね、引き分けの場合は、うん、広島が勝ちということになるんですか ね、うん、だ2位にいるからね、うん、地元開催のチームが、引き分けた場合は、まあ、勝ち星と同様ということ、だから3戦しかやらないんだよね、どっちみちね、うん、はい、DeNA はもう何が何でも、まあ、後がなくなったということですね、うん、そうだね、はい、はい、ということで、はい、明日 DeNAね、やり返しはないと。そうですね。ね、で広島はもう本当に短期決戦と言われるもう2戦で決めにかかってくるだろうから、うん、まあどんな試合になるか ね、まあ明日は少し硬さが取れて、もう少しこうなんかまあやっぱしょうがないか、重い雰囲気で戦うのはね、プレッシャーかかってるからね。ね、うん、またね、広島という土地だという、またね、そうだね、いろいろこう盛り上がった試合にもなりましたしね。そうだね、だからまあもう本当に素晴らしい試合だったと思うしね、うん、はい、明日も頑張ってください、はい、この後はパ・リーグをまたね、はい、お送りします、はい。